それではですね、これから一級観光地のですね、施工管理士の学科試験、ね、これの第二分野、まあ、ここについて説明していくことにいたしましょう。そうしますとですね、第二分野っていうのは、これはですね、観光地専門ですから、非常にいろんな種類 の観光地が出てきて、そして、まあ、計算問題ね、ここのところは計算問題をしっかり理解するということが、落ち着いて試験を受けることができるということですね。それについて、まあ、後でまとめて計算の説明をすることにいたします。でまずですね、全般的な誤っている点をずっとやっていく。正しいところはもうそのままで、覚えていただければいいので、誤っているところポイントだけ、ね、説明していきましょう。でまずですね、15番、これが試験問題の15番がここにちょうど対応してますね。15、16、17いきますけど、これは試験の番号の問題と対応して今年出る、ような重点的なところが、まあ、ここに書かれているところを考えてくださいね。そして、2番目を見ていきましょう。そうしますとですね、外壁面積に対するその窓の面積比率をですね、大きくすると、エアコンを使う時の省エネができますよというんですけど、窓が大きいとどうですか。これは熱の出入りが激しいですから、これはですね、省エネにならない。だから窓を小さい方が省エネになりますよと、こういうことですね。それからもう一つ、二つ目、この三つ目ですね、ここのところね、これ建物の平面の形、上から見た形ですね。でこれはですね、短辺に対する長辺の比率をなるべく大きくすると省エネになる。そうじゃないんでね、短辺と長辺の比が1対1、それに正方形だな、正方形が一番エネルギーが少なくて済むと、ね、長くなると熱量が余計奪われるということですから、これは短辺と長辺の比が1、これが一番いいということで、正方形が一番いいんですよ、大きくしたらダメよと、こういうですね。それから4番目のところでですね、建物の平面形が長方形であった場合に、南北面へ向くのか東西面へ向けた方がどっちが省エネになるんだという問題ですね。でこれはどちらかと分かりますよね。夏なんか冬なんか南から日が当たってきた方がエネルギーがいいですよね。ということで、これは南および北の面、そっちへ広く向けた方が省エネ対策になるよと、まあ、比較的常識的な問題ということが15番目の問題、こうですね。で次いで 16番いきましょう。16番目の2つ目ですね、これはダクト併用ファンコイルユニット方式は全空気方式に比べてその外気冷房を行いやすいと。でこれはですね、空気量が少ないんで、ファンコイルの方はね、だからしにくいんですよね、しにくい。ちょっと図だけ見ておきましょうか。じゃあどんなのかというと、こういうことですね。ちょっと図だけ見ておきましょう。だからファンコイルユニットってこれね、ダクトこうなって、ダクトのファンコイル、これファンコイルこうなりますからね。だからこれダクトがあって、ダクト併用のファンコイルと、これは空気量少ないですからね、ここは。ですから外から空気入れるというのは非常に外気冷房するというのはちょっと空気量足りないということで、これはダメですよということですね。だそれに対してこっちはいいんですね。単一ダクト方式はこれは大量の空気を入れますから、外気からわーっと入れますから、これは外気冷房やりやすい、こっちはやりにくいと、まあ、こういう区別をつけておこうね。なぜかというと、こっちはダクト小さいですから、こっちはダクトだけでいってますからね。こっちは水関係で暖房を取ったりしますので、こっちはもう非常に細い、ね、こっちは非常に太いのがいくということで、こっち側の方が外気冷房はしやすいですよと覚えてくださいね。ファンコイル、要するにダクト併用のファンコイルユニットというのは、こういう外気冷房はしにくいですよと。それに比べて、まあ、単一ダクト方式みたいなものはこう全空気方式はいいですよと、こういうことね。4番いきましょうか。吹き出し方式はですね、まあ、冷房なんですよ。冷房の運転時における部屋の垂直方向ね、温度差がほとんど生じない。下からだとほら、冷房をずっと冷たい空気がさ、重いじゃない。だから下に沈んじゃうね、ということでしょ。だから下から吹き上げてきたら、その下に溜まっちゃう。上の方はあったかい、下は冷たい、まあ、こういうふうな、下は冷えるけど上全然冷えてないと、こういうふうな状況になる。ということは、ね、床の吹き出しはですね、冷房運転時は縦から下、天井から床まで行くと温度差分布が下ほど冷たくなる、上は暖かくなるじゃんね、というふうなの欠陥があるよということで、温度差がほとんど生じないので非常に大きくなる、いいですね。逆に天井から吹き出すと逆のことを言えますよね。天井が吹き出すと全体的に暖かくなるけど、逆に暖房になったらまたそれは逆になってくるということですね。ですから床から吹き出すときは、冷房を吹き出すときに温度差が大きくなるよと、これを覚えておきました、これね。それから5番目、一般的な偏風量単一ダクト方式では空気調和器への入り口空気温度を検出して、この温水コイルのですね、冷温水量を、まあ、制御しますよ。これよく試験出るんだよね。今度どういうことかちょっと見てみましょう。
この単一ダブ通し、これ出口のところね、で空気調和の出口のところにこういうセンサーを取り付けますよ。入り口ってここだから、ここは別にいらないわけね。ということで出口の温度を測ってコントロールしてますよ。それから今度ですね、17番の2番目のところですけども、これは計算問題ね、計算問題ですね。これだから図に示すような暖房の湿り空気線図のですね、状態を処理するこの空気調和器のですね、有効加湿量というのは 12kg である。ただし外気導入における全交換器、熱交換器を用いて送風量は 12,500 立方メートル、そして空気の密度は 1.2kg/立方メートルするとということですね。でこれはもう公式を覚えていかないとそのままじゃ思いつかないな、うん、ということで、どういうのかというと、加湿量 L っていうのは風量ね、それと空気の密度 1.2 だな、それとこの加湿度、ここの差だ、温度差、ここの温度差というかここの湿度差ね、このデルタ X だ、デルタ X とね、デルタ X に風量をかけて空気の密度をかけたらその加湿の量が出るということで、ここで計算してるとどれだけ水が空中に散らましたかというと、 L はね、加湿量は 12,500 かけの空気の密度 1.2 かけるこの温度差、これを、こういうことを覚えればいいわけね。だからここは 0.0062-0.0058 だからね、これ計算すると、こういう計算すると 12kg と簡単に出ます。ということで、この関係式をね、整理、あとでもまた詳しく説明をいたしますけども、ここのところを注意していきましょうね。18番のですね、この1番のところもですね、でこれはですね、縦軸が絶対、湿度で、こっち側が環球 の温度であるね。そしてここに非エンタルピーの線があって、こっち側に飽和曲 100% のですね、飽和曲線が、飽和空気曲線があると。そしてここのところですね、検熱比というのがあるんですけども、検熱比とどういうふうになってるかというと、ここのこれはですね、下が検熱ね、ここ検熱です、ここちょっと拡大したらこうなるかな、ここは検熱ね、でここは線熱ね、それ検熱と線熱で、これはいいですか、見てください、ここのところで湿り空気室に室内冷房負荷の検熱比が小さいほどこの勾配は小さくなる。ここは小さいとさ、この検熱が小さいとこっち大きくなる。だから合計は一緒なんだ。だからこうなるだろ、ここは小さくてこっちが大きかったらこうなるんだ。勾配はだからきつくなる。だからこれが小さかったら、検熱比が小さかったら勾配は立ってくるっていうことだな。だからここのところはですね、このここの傾きっていうのは検熱比がこの小さいと角度が大きくなるっていう、この逆だな、この関係。この関係はこの、ここは検熱が小さいと線熱の方が大きいからこういう立ってくるよということで、検熱が小さかったら勾配が大きくなる、その関係を理解しておこうな。それから次に今度は19番、これはね、特別重要なところですね。これはもう毎年出てくるところですね、ここのところはですね、何が出てくるかというと、この非エンタルピーっていう空気の持ってる、まあ、エネルギーだな、エネルギー、これは非エンタルピー、ここで、そして、この冷房のこの形状だな、温度と湿度の関係を示しているものです。風量が9000立方メートルあるね、でこれだけ吹かすのに、75kW 必要であるということが成り立っているかどうかを計算してくれというんですね。これ計算式があるんで、これも式を覚えておかないとね。どんな式かというと、 V=9000、 これはいいな、ここ載ってる。それから H2-H1、 だからここ、これだな、ここ。ここだな、こことここですから、ここの H の2と H の4、この間だな、ここがちょうどエアコンの要するに QC という、キロワットとね、5台キロワットで9000、こういう形になった。で公式はこうなったね、空気量っていうのは3600、これは秒に変えたんだな、時間を秒、こう1時間単位で来てるから、これ秒に変えた、そしたら3600のな、で QC、 ここのキロワット、要するに、容量だな、これを入れて、そして CP ってこれ1だ、これ1、それからロー 1.2 だ、そしてこれはこの差、ここの差だから、この関係式を覚えておかないともうできないわけだということで、ここの関係式を、入れてあげると、ここは1でしょ、そして空気が 1.2 でしょ、でこことこの差65から45引いたら20だから、
で 3600× この 9C で、これがちょうど9000になってるよっていうことが、計算したら 9C はいくら 60kW だから 60kW 風量、9000出すには 60kW 必要ですよ。でも 75kW って合ってないじゃんこれね。だからバツですね。これこの式によって計算して、この9C が75だったら正解だけど、60だからこれは違うよということですね。で、冷房の負荷の計算ではね、北側の窓ガラスからの熱負荷には日射の影響を考慮しない。まあ常識的に考えたら火が当たらないからいらないんじゃないかと思うんだよ。そうじゃなくて、あの熱には直接来る熱と、それから天空放射といって空気に反射して入ってくるやつあるんだよな。で、そのそういうあの天空から来るやつのこう日射量って言うんですけども、北側の窓にもですね、だいたい 43W パー平方メーターパーアワーというこれだけのエネルギーが入ってくるというふうに考えて計算。だから北の窓にも計算上、エアコンの計算では日射量を考えていますよと、まあ、数値まで覚えなくてもいいけどもね、北の窓からも日射は計算上ありますよとね、ということで天空放射からね、直接来ないけども間接的に来ますから、それをちゃんと計算しますよ。これですね、5番目。冷房負荷の計算ではですね、あの北側の外壁からの負荷計算にはですね、一般に実行温度差は用いない。これ実行温度差って何かというと、ほら、火が当たってさ、実際に部屋の中に入ってくるので壁通してくる時間かかるんだよ、こうやってね、時間かかる。で、実際だから外が外の温度が部屋の温度すぐになるわけじゃなくて、外の温度が部屋の温度になるんだ、タイムラグっていうか時間差があるわけ で、そういうことを考えて実行温度って、実行で実際に入ってくる熱量で計算しようということで、これは実行温度で計算するんです。このなんでこんなこと言うか、要するにほら、実際上外のエネルギーと内うちのエネルギーの温度差って違うからな。で、その時一緒になるまで時間が遅れ、この遅れ時間差を考慮した温度と、これは実行温度と、こういうわけだから、考えなきゃいけないよと、北側が入ってくるやつでもね、ということで、これも考えなきゃ、だからこれは実行温度で計算するよということね、はい。それから次に20番目でね、コージェネレーションシステムですね、ガスエンジンから回収できる排熱量はジャケット冷却水のみである。まあ、ジャケットっていうのは要するにコージェネレーションのですね、ガス の、 あのエンジンを冷やすため の、 あの水ですね。で、冷やす水だけですよというわけじゃないんだな。この出てくる排ガスはですね、ものすごく温度高いんですよ。だからそれからの蒸気を起こしてる、水を当ててパッと、ね、で蒸気が終わったらね、次その水が落ちて垂れたやつは非常に温度高いんですよ。だからそれは高熱水と、それを使う。で、こうやってここ見たらジャケットみたいな水かけて冷やしたような残った水、こういうあの低熱水という、だこうやって蒸気、高熱水、低熱水、こうやって順番にエネルギーを使っていくんですよ。そういうのをカスケードって言ったから、こういうような高ジェネレーションシステムにおいては有効に熱量を蒸気で使ったり、高熱で使ったり、低温水で使ったりということで、利用していきますよ。カスケードで使っていく。だから別にジャケット冷却水だけが有効なんじゃないよと、全部蒸気も高熱水もあるよということをちゃんと理解して、だから高ジェネレーションはカスケードシステムでエネルギーを使いますよということを理解しておくね、はい。それから次に今度4番目ですね、氷蓄熱はですね、水蓄熱に比べて冷媒の蒸発温度が低いために、冷凍機の成績係数は高くなる。要するに氷で冷やす冷房と水で冷やす冷房というふうに考えたときに、どっちがその有効に働くかという、そういう問題だよね。そしたらそれをその場合は冷凍機のこの成績係数というのはね、でこれはどうなるかというと、どちらかというと蒸発温度とそれから凝縮温度というのがあって、でその公式がこうなるんだ、こうやってこういうイプシロンイコール1足す T1 引く T2 分の T だから、これを大きくしたかったら、成績係数を良くしたかったら蒸発温度高い方がいい、氷よりかは水の方が、要するに効率が、この冷凍機の成績係数は大きいよと、こう考えてもらえばいいね。それから6番目、燃料電池、これは高ジェネレーションシステムによって使うわけですね。で、総合効率が非常に高くて、騒音や振動はもう全くないね。でのそれから全くってことはあるでしょうけど、少しあるでしょうけども、それからノックスね、この窒素酸化物、これはもう出ません、ないね。これだってこれで出てくるの水だけなんだからな、燃料電池は。
酸素と水素でやってやるだけだから水しか出てこない。だからこういうの出てこない。音も小さい。効率もいいと。ただコストはかかんない。ということだ。だからまあ物としてはいいよ。出てくるものはいいよ。コストは高いけどね。ということになります。21番。ヒートポンプではですね、部屋の設定温度を上げると冷媒の蒸発圧力が高くなる。だから室温を上げるとさ、室温、部屋の温度を高くしたいと。ね。20度だったのを25度に上げたと。じゃあどうなるのということの問題だな。そうするとこっち側はですね、冷媒の圧力がですね、これは逆に言うと低くなってしまう、ね。ということで、蒸発温度をですね、これはこれ下げることになるし、凝縮温度を逆に上げることになったりするね。だからこれはちょっと逆の現象になってくる。ということで、ヒートポンプではですね、部屋の温度を上げると要するに全ての効率が低下してくると、逆にね、ということになります。だからこれと一緒の関係にあるわけですね。同じようなものがいっぱい出てきます。それから、燃料電池また出てきますね。内燃機を用いた発電方針に比べて発電効率は低いが、これは高いんだな。だから騒音が少なく、ノックスのとかいうものはありません、ほとんどありませんよと、こういうことね。ということで、こうね、そのコストは高いぞと、こういうことで思ってますね。だからさっきまた見た、氷蓄方式は水蓄方式に比べて冷凍成績率は大きいの、小さく、だこっちの方が大きいんだな。分かったでしょ。同じような試験問題出てくるんだよな。水の方がこう成績係数大きいぞと、こう覚えておけばいいわけ。そうしますとですね、これ計算問題なんで、これ正しい答えなんで、ちょっと考えていきましょうね。部屋がありますね。居室に例えば26人した人がいたとこ、26人。ね、で部屋のほら基準の炭酸ガスの量って決まってるわ。これ 1000ppm って決まってるんだわ。これが基準だ。これ以下に換気しなきゃいけない。これは決まってるんだよ。ここは決まってんの。この C2 の要するに守らなきゃいけない値は基準はもう決められてるね。ということで、ここには26人いますよ、部屋を。ね。で、以外に保つために必要な換気量は800いりますよ。じゃあ本当かな、計算してみてくれと、こういうことになるわけ。じゃあどんな式で計算するかっていうかね、これこういう、これも覚えておかなくちゃいけない。こういう式で計算するな。こういう式で計算。式は至って簡単。排出量、炭酸ガスの排出量を要するに基準と外気の外から出てくる空気に含まれてる炭酸ガスの量だな。これ350大体決まってるから350、まあ地域によってちょっと違うけどね。だからこれは決まったの、1000って決まった、部屋の1000、これは基準値。それから外気の空気、これは与えられるから、その差で排出量があればいいわけね。排出量は何かというと、1人当たりさ、これ決まったのこれも 0.002 人だ。26人いるからさ、26かけの 0.002 やって、で 1000ppm から350引けばいい。要するに基準値から、外気のやつ引けばいいな。で計算したらさ、こう ppm って10の6乗だからな、マイナス。だから計算すると10の6乗なんていうか、こういうことなのか、計算するとき。だから1000引く350、650。上だけ計算すると 0.52。で、ということで割り算して、じゃあしたらちょっと800なのね。ということで、これは正しいよということ。この式やったら、排出量をですね、基準値から大気の量を引いてやる。で、割ってあげたらすぐ出るよと、ね。その時に ppm で10の6乗、マイナス6乗がついていることを忘れないで、ここだけを気をつければ、これ計算は別にすぐできると。もう一つ、こっちは×なんだけど、エレベーターあるじゃないですか、エレベーター。エレベーター の機械室のですね、機械の中には温度が高すぎたらいろんな経験あるので、狂ったりする、ね。だからこれをコントロールしなくちゃ、換気しなきゃいけない。排除するんですね、必要な換気量は1800である。と言ってるね。ただしエレベーターの機械はですね、発熱量というのは6キロワットあるよと、ね、1時間6キロワットありますよ。それからエレベーター機械室の許容温度は40度、ね、外気温は今35度だったとしようと、ね、その時に換気量どれだけいりますか、これも公式覚えておかなくちゃね。これも覚えておかなくちゃ。で、換気量というのは CP、ね、これはかける、これは密度かける温度差で、3600かける以下は一緒だな。3600、そうするとこの式で CP が1で、ローが 1.2 で、温度差40度から35引いて5度だな。で3600、これは6キロワットだ。こういう計算式、実際計算することで式さえちゃんと覚えておけば試験上困らない。こんだけやれば3600で、1800のその倍いるよということが分かる。一緒じゃないからな、答えが。というふうな形で、こういう式を計算をしっかり理解しておかなきゃいけないよと、こういうふうになってくるね。
今度23番の1番ね、あの開放式燃焼器具を使用する台所では燃焼空気を必要とするので、あの周囲の部屋よりも制圧となる第二機械換気を採用した。これはほら台所なんかはさ、空気をさ入れなきゃまずいわけなんで、制圧となったら出てきちゃうから、外へそのが臭いその料理の匂いが出てきちゃうわけな。まあ料理はうまいんだけどね、匂い出てきて、トイレなんか臭いじゃないですか。ああいうトイレとか台所とか風呂場とか、これは要するに部屋を不圧にして外を空気だ。だからこれ第三種か第一種。だからこういったような台所とかトイレとか湯沸かし室とか、それからまあそういうふうなところはですね、第一種または第三種として部屋の中を不圧にしてあげるということが一つのポイントだね。制圧じゃなくて不圧にしなくちゃいけない。それから23番の3番ですね。こちらはですね、あの浮遊粉塵はその濃度を超えても直ちに人の健康に有害であるということはならないけれどもね、室内環境としては 1.5 ミリグラムパー立方メートルとされている。これ違う、覚えないでもね、 0.15 ミリグラムパー立方メートル以下になるね、粉塵ね。だいたいこれはどのぐらいの大きさかというと、これ日本は今問題になっていないけどもね、だいたいこれはあの10ミクロンぐらいのやつです。今 P2.5 はね、中国からやってくるんで問題ない。今やってる、まあ、日本の基準では 10ppm ですね。要するにマイクロメーターの 0.15、 この数値覚えておくのよく試験であるのからね、で得なきゃいけないということになっています。はい、それからですね、24番目のところね、今度はあの肺炎のところで、同一あの防炎区画において自然排気と機械換気を併用した。これは併用してはいけない、いけません。併用してはいけないと決まってますね。併用してはいけません。自然関係だったら窓を大きく取るしね、機械関係だったら換気扇をつけるし、そういうふうに併用してはいけませんよ。それから続いてですね、今度またあの計算なんですけども、計算に値しない、これはね、これは毎年の出ますので、ちょっと注意します。ここはどういうことかというと、機械換気設備において、排煙機、これだな。排煙機に必要な、最小風量は4万2000であると。ただし、本設備の全館においてはですね、この方法によらないものとすると、まあ、それはともかく、ということで、この部屋の、これはね、ここのファンの排気量は何で決まるかというと、この部屋ありますね、防炎区画面積の最大の面積、これだったら300、400、500だ、これだ、こいつが500なんで、この面積に120、だから2、これ部屋を2倍して60分かけるから120かけて、だからこの面積に120倍した値だけの排煙量がいるわけです。だからここの排煙量っていくらかっていうと、調べてみて、だーっと何回やっても一番大きい部屋一つだけ取り出してきて、それを120倍した排煙器を取り付ければいい。こういうことな。だから、この最大の防炎区画面積かける120、これがここの排煙器の1時間あたりに出さなきゃいけない排煙量というふうな計算になるね。そういう計算式で、今度はですね、あの排煙設備の排煙口は防炎区画の各部分から水平距離が30メーター以下となる場所に設けなきゃいけませんよと。これはね、この位置どこへ設けるの、どの区画からも30メートル以下になげ、50メーター遠すぎるな。だから30メーター以下で決まってます。だからこれも覚えておかなければいけません。今度は25番の1番ですね。でこれはですね、機械の排風設備のダクトのですね、要するに風量、まあ、最小風量を計算すると、こういう問題ですね。でこの問題はね、実は前回説明したところとちょっと、問題の考え方が違ってましてですね、これ通例っていうのがあるんですね。でこの通例によるとですね、各階の全部を足して計算するって、これは法律の基準なんですね。法律の基準ではこれとこれとこれとを足して風量を出すというふうに決まってたんですけども、実はこれ通例に基づくという計算が優先するということで、実はこれ間違ってまして、だから2防炎区画面積の最大値を取って60倍すると、こういうことになってます。したがって例えば2階の場合だったら400と400、2つしかないんだよ、2防炎区画ではね。だからこれで800×60 で4万8000となってくる、ここはね。それに対して1階はどうかというと、これは今全部本当は法律的にはこれ3つ足すことになってたんだけど、これ通例を優先するということですので、300と400、この大きい700だな、700に対して60かけて4万2000ということで、これは考えないで、これとうちとこれの大きい方がダクト C の
要するに風量になるよ。この C のダクトはこのうちの大きい方なので4万8000というふうになる。だからこの5万4000というのは違うよね。だからこれ×ですよ。ということで、間違っていたポイントはですね、この2望遠区画の隣接する面積の最大値をかけて60と。だからこれとこれ、全部足しちゃいけないんだよね。だからこの2つ、この隣接する大きい面積2つだけを足して、4万2000と出すと。ここはちょっと間違ったような訂正をさせたいと思います。居室 の望遠垂れ壁だな。これは防火上上部および天井チャンバー方式を除いてですね、天井からこう抜けていくのを除いてね、ということで、その下から天板までの距離はですね、これは50センチ以上になるように、これ垂れ下げを設けなきゃいけませんよ。そうしないと止まらないからね、煙がね、ということです。それから5番目のところね、排煙口は天井の高さ3メートル未満の場合は天井面からまたは天井から90センチ以内で望遠垂れ幕の下よりか上のところにこれを設けなきゃいけません。排煙口はね。でこれは80センチ。これの数値を覚えなきゃ、これだね。これはもう、こういうところは基準に決まっているので覚えていかなきゃいけません。こういうところね。上下水道は26番ですね。26番。これ3番目。観測濾過方式と急速濾過方式。要するに、汚水をですね、下水ですね、下水をその浄化する方式に非常に小さいところの下水場であればこういうね観測濾過でゆっくりやっていただいていいんだけど、都市部なんかね大量の人が住んでるところで汚染された水を有機物いっぱい含んでる水を処理できないので、これは急速濾過にやらなきゃいけないということで、じゃあどっちの方式をどうやってやるんだという決めるときに、基本的にこの水の場合はどうやって浄化していくかというのは、これはダクトって濁りの状態が SS って言うんですけど、そういうダクトによって10度以下だったら観測濾過方式、だから10度を超えたようなやつはこれは急速濾過を使いました。だから汚れがひどい時は急速濾過で、そんなに汚れていない時はこっち、あるいは大量の時はこっちで、あんまり少ない時はこっちで、そういうことで観測濾過の方が負荷が小さいものとね、急速濾過負荷の大きい場合を、そういう時に使うようにしましょうということになるね。だからむしろ急速濾過がダクトとか湿度の高い水を処理するのに適していると、ね、これはそんなに高くない場合に適していると、こういうふうに理解をしていただければと思います。これはですね、水道直径物の給水管、これはねこういうと、耐圧性能試験をやるわけですけども、給水管のこれは 1.5 メガパスカルのですね、静水圧を超えた時の、水の漏れとか変形量の異常がないことを認められたことを確認した。この耐圧性能試験っていうのはですね、これは 1.75 メガパスカルで1分間超えんだな。そしてその状態においてつなぎ目のところから漏水がないかとかね、変形がないかとかということを、だからこれちゃんと覚えておかなきゃいけないね、このとこね、1.75 メガパスカルを給水管の耐圧性の試験で行うんだというですね。それから27番の1番のところね、下水道のですね環境の最小の関係、これは雨水ね、この雨水管の場合はこれ250で、汚水管ね、トイレから来るようなやつですね、台所から来るようなこういうやつは200ミリということで、雨水の方が大量に降るので大きい250ね、ということで汚水管は200と、これをこれもやっぱりよく出るので覚えておかなくちゃいけませんね。27番、下水処理区域内において汲み取り便所が設けられている、建築物の、所有するものはですね、工事された下水道の処理を開始する、要するに本下水が通ったという時にね、処理を開始すべき日から、3年以内にですね水洗便所に改造しなきゃいけない、5年じゃなくて3年ね、3年以内に本下水が通った場合は、水洗の便所にしなきゃいけませんよと、そういう法律ですよということですね。それから5番目、下水道環境の最小関係は、これもね、さっきと同じだ。汚水管は200、雨水管は250だな。これも同じだ。はい、28番。今度はですね、2番目ですね。ウォーターハンマーを防止するために、管内の流速はですね、これ2メートル、パーセック。ね、これ2メートル。だからウォーターハンマーは2メートル。だいたい2メートル超えるとですね、いろんな支障が起きてくるんですね。2メートル、これしっかり覚えてくださいね。はい、それからですね、大便器のですね、器具給水負荷単位っていうのなんですけども、これは洗浄便方式はですね、大体これ10単位分、それからロータンク低いからこの半分だから5単位のことなんです。だからこっち側の方が大きいのでね、小さいのでて
ロータンクの方が小さいところですね。それから6番目のところですね、直結増圧方式と高地タンク方式はポンプの吐き出し量が同じになった。こっち側はですね、高地で上にタンクあるからさ、ゆっくり上げとけばいいんだよ。そんな時間かけてあげればいい。こっち側はですね、直結だから使ってるとすぐ水を供給しなきゃいけない。だからこっち側の方が大きくないと間に合わないんだよ。高地タンクはいっぱい水上に溜まってるから圧力でバーッと落ちてくるけども。ということで、この吐き出し量は当然これ直結の方が大きくないと間に合わないよと。これですね。それから29番目。大気圧式バキュームブレーカーは常時水圧のかかっている箇所で器具のアフレンよりも上部に取り付ける。まあ、ここはいいんですけども、この大気圧式ってのは空気使うので、具合が悪いよね。だからこれは圧力式。ね、水圧がかかっているのが水出ちゃうじゃない、バキューム空気から穴から。だからこれは常時水圧のかかっているのは圧力式バキュームブレーカーを取り付けなきゃいけませんよと。これですね。それから30番目の問題、30番目、この給湯管のですね、給湯管に導管を用いる場合はですね、会食防止、要するに、水によってこういろんな酸化物があるので、錆びるってことですね、要するに、こうで言えば。まあ、会食防止のために、管内流速を3メートル以下とした。となると、これは2メートル、米一緒、2メートルね、ウォーターハマーと一緒、これ覚えておきましょう。ね、導管の場合にも2メートル以下としなきゃいけませんよと、ね。それは何かというと、結局銅が腐食するからと、こういうことなんですね、銅はね。それから4番目。給湯設備としての密閉タンク、膨張タンクを設けた場合は、配管系の異常圧力上昇を防止するために安全装置は不要である。こんなおかしいよね。安全装置必要です。それじゃないと爆発しちゃうのがね。逃げるとこないから、これ膨張タンクはね、必ずそういった安全装置が必要ですよと。重工セントラル給油に使用する瞬間式ガス湯沸かし器はですね、陶器における、まあ、シャワーと台所、湯の使用を同時に使うことを考えれば十分なその余裕がなきゃいけないよと。でどれぐらいかというと、大体これ40kW ぐらい の熱量を処理するだけ必要であってくるということで、普通このですね 40kW としたら 1.7 で割ってあげると。そうするとその、湯沸かし器のですね能力が出てくる、号数が出てくる、どれぐらい使うか、これちょっと24になりますから、だからこれで割ると24だから、普通まあ家庭ではこれを普通の家庭では24号ぐらい使いますよね、ということで、これ繰り返して試験出てます。覚えておきましょうね。今度浄水からこの下の方の、ところに行きます。31番ね。で、これはですね、大便器と手洗い器が接続するこの排水横歯間の関係を65ミリとした。大便器は、ね、最低75ミリと決まってるんだ。それにさらに手洗い器30ミリつけると、まあ、普通は65では足りませんから100ミリ間の直径を使いますよ、通常のところはね、ということです。それから4番目、トラップ付き手洗い機の排水管と実験流し排水管のトラップ機能のあるプラスター素集器に接続した。両方ともほら、ね、ここにトラップがある。これを二重トラップといって、これはいけませんよということで、通常は手洗いのトラップをつけないで、これのプラスターの素集器の方につけて1個だけにするという場合が多いですね。それが5番目。排水横歯間の勾配は、関係65ミリ以下の場合はだいたい50分の1、それから75ミリと100ミリ、これはだいたい100分の1、ね、125ミリで150分の1と、ね、まあ、そういうふうな150ミリ以上の時は200分の1と、これ、テキストによく書いてあるんで、これもよく読んで覚えててくださいね。それから32番目、排水トラップの深さ、トラップの深さというのはトラップのあふれ縁とトラップの水底面との間の垂直で、これちょっとね、よく試験で言うのは、水底面でここなるでしょ、水底面でここなるじゃないですかね。そうじゃなくて、ここ上側なんだよ、水底部の頂面、こことここね、ここから出ていくから、このフェアとのこの間、ここがトラップの深さで、5センチから10センチの間につけるんだけどね。ということで、トラップ深さっていうのはこれ水底部頂面、ここは試験ポイントとして覚えておく。頂面とこのフェアの間だな、この垂直距離を言うんだよと、ね。それから4番目、関係75ミリの排水管に取り付ける掃除口のサイズを65ミリとした。でこれはね、100ミリ以下の場合は全部同じ貢献してください、掃除口はね、100ミリ超えたらまず100ミリ以上つければいいと、こういうことなんですね。で間隔もですね、100ミリ以下だったら15メートル以下につける、ね、で100ミリ超えたら掃除口はだいたい30メートル間取り付ける、まあ、そういうような基準があるので、そういうところも一つ整理をしておいてください。では32番の後ですね、6番目の問題ね。
トラップの自己再犯、あんまりトラップがね、あのストローとかが長いとでギョーって引っ張っていかれちゃう、自己再犯する。でそのため器具排水口からトラップウェアまでのですね、延長距離は600以下にしなきゃ、600以下、800をこれだったらもうトラップ水が持っていかれちゃうね。だからこれはトラップになくなっちゃうので、大体600ってことで曲げるときはね、排水口から600のところで曲げ、トラップをつけなきゃいけません。800まで引っ張っちゃいけませんよと、まあ、こういうことですね。それから次に33番ですね、今度は排水槽の方ですね。排水槽の通気管、これは関係を30ミリとし、単独に立ち上げ、待機に開放した。これはね、単独で立ち上げる、要するに排水槽は50ミリで決まってる。普通のところはまあ30ミリでいいんだけども、排水槽のところはですね、ちょっと排気量多いので、これは50ミリ必要ですよというね、単独に立ち上げるときは50ミリ、ね、しなきゃいけない。それから3番目、トラップの深さは、これはもういいね、5センチ以上10センチかということです。それから5番目、排水槽の底部はですね、吸い込みピットに向かって150分の1から100分の1の勾配をつける。給水の関係を超えちゃう、ね、給水タンクなんか超えちゃう。だけどこれは汚水ですから、これはちょうど10分の1、15分の1から10分の1、ね、排水タンクなんかこっち側をこの倍数違う、この空気をちゃんとつけておかないとね、ということです。排水、それからトラップの関係ね、終わって次に今度は消防ガス浄化槽関係のところが入ってきます。34番目ね、34番2番ですね、不活性ガス消火設備のうちに窒素を放出、ね、ここはポイント。窒素を放出、まあ、窒素といってどんなものかというと、まあ、窒素系イナートガスというふうに言われてますね、まあ、窒素のことイナートガス、ね、を放出するものについてはですね、これは区内の圧力を、まあ、上昇防止するために飛圧口を設けなきゃいけない、設けなければね、窒素と設けなきゃいけないね、これはくっついてください。ですから不活性ガスの消防設備の窒素を使うやつは飛圧口を設ける。炭酸ガスとかですね、その他のはいらない、これ窒素だけに、ね、イナートガスだけは飛圧口を設けてください、圧力上がるんでね。それから4番目、全域放出方式は局所放出方式に指定する不活性ガス消防設備のですね、非常電源は当該設備を有効にですね、1時間作動できる容量としない、10分は怖い、10分で止まっちゃったら困るね。これはだから火災の時1時間は動き続けるような非常電源を作んなきゃいけないよということで、これは1時間ということですね、はい。それから6番、不活性ガス設備のうち二酸化炭素を放出するものについては飛圧口を設けなかったと。これでしょ、だってこれは設けなくていいんだ。何の時設けるかというと、これは窒素系のイナートガスだけは設けるんだ。これ不活性ガスといっても炭酸ガスの場合の、例えば機械駐車場みたいなところ、この炭酸ガスがいる、そういう時飛圧口いらないと。このね、窒素だけはいるということを覚えておこう。それからね、35番目いきましょうね。このガス状のメタンの密度は標準密度で約 1.4kg/立方メートル、これはね 0.7 ね、空気より軽い 0.7 ということですね。それから次4番目、供給ガスの発熱量というのは一般に低圧発熱量で表される。これは高発熱量で示される。でこれは高と低は何に違うかというと、蒸気が出てくるんだ、ガスの中、そのガスの蒸気出てきた熱量も水の量も熱量も加えてあったら高熱と、それを除いたやつは低圧、ということで、ガス売る方はですね、余計名前書いてあった方がいいから 高発熱量で表示してるわけですな。実際出てくるエネルギーはこれしかないんだけど、まあ、ということで、ガスの発熱量、供給されているガスの発熱量の表示は高発熱量で、決められてますよ。それから6番目、LPG のガス漏れの警報器の検知器はですね、LPG ってこれ、LNG じゃなくて、重いんだよ、空気よな。下にだからガスが溜まるって、ガス漏れの警報器の検知器は、ガス漏れから水平距離が4メートル以内で、かつ、検知器のですね、加炭が天井面より30センチ以内に取り付ける。天井面つけたらダメだろう。これは LPG 重いんだから下。だから床の面よりが30センチだな。ということで、そういうところを整理しておくということが大事です。それではですね、今度は36番の方に行きましょうね。これは浄化槽のところですね。浄化槽のところではですね、これ正しいんですけども、ちょっと読んでいきますと、計算が出てきますね。で、流入水および放流水の BOD 濃度が下の表のようになった。で、合併ジェル浄化槽の BOD 除去率は 95% である。この表でね、であるということですね。で、どうやってそういうその除去率を計算するか、これはもう公式が決まっててですね、こういう除去率の公式こうなってる。流入 BOD で、流入 BOD から流出した BOD 引いた値、これ100をかけたら除去率になる、ね、パーセントで求まる。
で具体的にどういうことかというと、これとこれをかけてさ、これとこれとかけて、これとこれかけてね、まあここだから、これはだから流入だわ、流入だけ別に計算だ、こうやってここだけな。でこれほら、これとこれかけてここ、これとこれかけてここね。でこの量300で足した、そしたらこれ200なんだ。だから平均のこう流入した量が200とこう求まるね、ビオデン。流出するのはもうここに書いてあるからね、流出の書いてある。だからこれは流出は10だから、計算すると流入は200の BOD で、流出は10だから200-10を元の200で割ったら 0.95 で 95% だ。これ15%合ってるよ。これしっかり覚えとかないね、ということです。どうやって計算、もうパターン決まってるから、この形しか試験出ない、ここの数値は違うだけだから、この計算式をしっかり覚えとかないね。それから37番あの FRP 製浄化槽本体の設置にあたっては、あの据え付け高さの調整は山砂で行う。山砂の中ですぐ変化したらね、これモルタル、モルタルで位置の高さを決定するということですね。それから5番目のところ、生物膜包は活性汚泥包に比べて余剰の汚泥の発生量が多いと。でこれはもう先ほど の, あの水の浄化のところでですね、生物膜でもって量が少ないとか、ね、時間があるとか、まあ、そういう時はこういう生物膜包でいいんですけども、あの普通の大量に出てくるようなところはこの活性汚泥包で、微生物を入れて食べさせて酸素を入れてというふうにやって早くこう回転させるということだね。これはあの活性汚泥法、一般に使われている大きな都市関係はこっちね、小さいところではこういったようなものも使うことがあります。だから当然これの方が活性汚泥法というぐらいで汚泥がいっぱい出るんです、こっち側ね。これはほとんど出ないね、ということです。だからって活性汚泥法は、活性汚泥って名前の通り汚泥が多いんだよね。だこれは、普通通り文字通り読めばいいと、こういうことですね。それから今度は機材設備の関係で、今度は送風機ね、送風機、送風機はね、対空送風機の時空動力はですね、風量の増加とともに、時空動力は減少するけども、時空流送風機 の, あの動力、時空動力は風量の増加とともに、これは増加すると。でこれはね、グラフを見るとね、こんなになってんだよ、ね、時空流の方は風量が増えるとこうやってピークを迎えて少なくなる、ね、でここでコントロールすればいい、ピーク点があるから。だけど対翼送風機、こいつはね、無限大に伸びてちゃうんだ、バーってどんどん圧力が、そうすると水が壊れちゃうんだこれ最後。だからリミッターといって、ね、ある程度風量が出てきたら止めなきゃいけない、ここで止めないとこいつが壊れちゃうからね、というふうなリミッターが必要ですよって。なんでこんなことで書いてるかというと、一番これよく使うから、これ一番使われてるから、現実問題だから、これにはリミッターをつけておく必要があるよということですね。そうしないとこれ壊れちゃうよと、こういうことですね、ということで、こういう対空風水機は風量の増加とともにこれは増加するんだ、どんどんほら増加するんだ、ここはで軸風量がほら逆に小さくなっちゃう、軸風量が頂点を持ってるから一番いいんだ。でこれは減少するんだね。だからここはあの頂点があるから、ここでコントロールするんだよ。これでないから、もうここで止めなきゃいけない、あんまり上がっていったら、それのリミッターって。だから、あんまり回りすぎたらいけませんよと、風量多すぎたらいけませんよと、まあ、こういうふうな、ここはよく試験でね、注意しよう。それから今度、この露頭円管のボイラーと、それから小型管流ボイラーに比べてですね、これ大きいやつね、これ小型、ね、高度な給水処理が必要ですよ。もうこれはですね、ゆっくり水流れてるので、そんなに濃縮されることはない。ところがこいつは小型なので、しょっちゅう入れ替わってるので濃縮されちゃう。だからこういう時はですね、高度な水処理、ね、をしなきゃいけませんよ、ね、ブローイングやらなくちゃいけないと、こういうことですね。それから29番目ですね、冷却筒の熱交換量は主に外気換気室用と冷却水の入り口温度の差によって左右されますよ。これは冷却筒の熱交換量というのはですね、この入り口の温度とそれから出口の温度ね、この差によって、まあ、レンジしてるんですけども、後で説明しますけども、でグラフ出てきますけども、この差によってここは関係ない、こっち側の方に、冷却水の入り口と出口の温度差、それによってコントロールされますよね、熱交換量ね、ということになります。こういうふうに冷却水の入り口、ね、そして温度が冷えて冷却水の出口に冷えるわけです。
でさらにその人のアプローチといって、あの最大限うまく冷やしたとしても、まあ、あの外気温 の湿気温度までは下がるわけ。どんなに冷やしてもあの冷却道で冷える温度はここからこう、だから通常使う温度はここまでだな、冷却道と出口、だからこれをレンジと呼んでると。でこっち側をアプローチと呼んでると、まあ、そういう関係は、だからこれ入り口と出口の温度を使って、これを温度をレンジ範囲と呼んでるわけね。でその、まあ理想的に言えばここまで使うんだけど、これはアプローチと、ここを求めるためのアプローチってこれだけ。だこれが基本だよ。レンジが基本、範囲が基本。ね、ここ使う範囲はこう。レンジって何かって、使う範囲、ユーズ範囲だな。だということになる。ということで、この5番も一緒だ。冷却度の入り口と出口の温度差をアプローチです。これとこれはレンジと呼ぶ。ね。でしょ？いっぱい出てくるんだ。この必ず1台出てくるんだ、この試験に。ね。それから40番目。ね。40番目は今度は、あの、二重紅葉型の直炊き。吸収冷温水器ってあるね、吸水冷温器で、こういうものはですね、一般に大気圧以下で運転してるからね、ボイラー関係の資格いらないんですよ、これ。だから吸収冷温水器みたいなものはですね、水で回してるだけだからね、圧力がもう1気圧以下なんだから、だからこんなの圧力受けないボイラーじゃないから、こういう資格は一切いらないよ、ね、効率はほど変わらないんで、最近こういうのを使われるので危険もないしな、ということです。それから44番目、冷却塔の入り口水温と外気 の湿気温度差をレンジ、もう違うな、ここもこう言ってるわな、入り口と出口の温度差をレンジでな、入り口と出口と温度差、外気温ここ、これは関係ない、こことここね、ということです。はい、それから41番目、あの排水用の高湿塩化ビニールライニング交換っていうのなんだな、接合の M デジョイントのほか、ねじ込み式排水管継ぎ手が用いられる。でこのね、下水管はね、排水管の方はどっちかっていうとね、薄いんですよ。給水管はだって圧力があるからな、熱いんで。だけどあの排水管は自然で流れてるんだよ、排水管で圧力かかってない、水が自由な空間があるから圧力なくてもいいわけだから、薄いんだよ、部材がとにかく。だからねじ込みなんかできない。だから何かというと MD ジョイント、機械でもって機械的につなぐで、ボルトでキュッキュッとはめ出しておいて、ボルト同士、出っ張り同士をね、くっつけると。それからフランジ継ぎ手をしたりとかね、だからボルトで止めたり、フランジだってボルトだ、だってボルトで止める系列で、こうねじ込み式でキュッキュッキュッっちゅうわけいかないわけなのかな、ということで、下水の方はこういうことで、まあ、浄水はできるけど、あの圧力あるから肉厚だったな、ということで。はい、で41番の4番目ね、これ便だけども、玉形便はリフトが小さいので開閉時間が早いで、あの、まあ、仕切り便に比べてあの流量抵抗が多い、まあ、玉便っていうのはほらこんなようになっててさ、こっち側が下の水から下から流れていく、上へ上っていくと、こう便の間をね、この間を流れていく、こう便がこうなっててさ、でここの蓋がこんなふうについてるな、こんなふうについてる、だからここから水がこう流れてくると、ここに空間がこう空いてるから、この間を通って、水がね、この間を通って、これを抜けていく。で、ポンと蓋したら止まっちゃう、水が。ね。だから、これは、この間が非常に短い。これ玉型になってるの、玉型弁。だから、これピストンでひょって、こうなってるからさ、こうやってて、これをひょっと上げたら、すると水が流れてくる。ピタンと閉めたら蓋が閉まる。これ玉型弁。だから、抵抗大きいんで、下から上がって、上上がっていかなきゃいけない。仕切り面は上から順番にシュートくるから、それはいいけども、玉形弁はそういう抵抗が大きい、ね、時間は短いけど抵抗が大きいということを理解してもらって、42番のところは2番目ね、今度はあのダクトの問題です。作る時にアングルフランジ工法のダクトだとか鏡板フランジ、ダクトとかありますね、鏡板というのは要するにあの板と同じそのフランジと、このフランジをですね、同じようなダクトの板と同じ大きさで作るから鏡板と、こういうね、ただ こっちがアングルっていうのは硬くを使うから、こっち強力な強度は高いの、こっち側は強度は小さいね、ということです。だからこれは指示する感覚もですね、少しずつ変わって、こっち側の大きい感覚を止められる、こっちは短い感覚を止められる、まあ、そういうふうな違いがありますね、まあ順でいきますと、アングルフランジダクトはですね、あの鏡板フランジ工法ダクトに比べて、接合接着力が劣るので、厚みと弾力のあるガスケットをして劣らないんだよ。こっち側の強いんだよ。これは弱いんだよ。ね、だからこっち側に、結合力に優れているのがアングルだよね。強度が高いですよ。まあ、両方ともこれは厚みと弾力のあるガスケットを使う。そうしないとほら、あの漏れちゃうから空気はな。これは別に問題ない。こういうことですね。で、3番目。ね、内面に吸音材を張ったダクトはですね、高周波数よりも低周波数の
騒音に対する消音効果を起きる。どっかで聞いたことあるな、これね。内面に吸音材貼ったら、吸音材って何？これは内面に貼るのはこれロックウールかグラスウール。そしたらこれ高周波の音は取るけども低周波は取れないっていうこと。これよく出てくるね、いろんなところで材料でも出てくるね。6番目、低圧ダクトの使用範囲は上圧で制圧が500パスカル以下であり、負圧は制限がない。でこれはですね、低圧ダクト、まあ、普通の台所だとかさ、そういうところを使うような換気のエアコンとかそういうやつは低圧ダクトで、大体プラスマイナス500、プラスが500でマイナスも500パスカルが範囲。だから肺炎とかさ、医療関係のダクトとかもそうなると高圧になって、これはプラスマイナス1000、プラスが1000でマイナスが1000、そういうパスカルのものに耐えるような材料を使ってなきゃいけないということね。低圧ダクトはプラスマイナス500、高圧ダクトはプラスマイナス1000と、まあ、こう覚えてくださいね。それから43番目ね、これはあの法律関係で約款関係ですね。現場代理人って言うんですけども、主任技術者を兼ねることができるが、専門技術者を兼ねることはできない。専門技術者ってのは、これは要するに、事業所にいる技術者だね。これは当然誰でも、現場代理人は主任技術者も兼ねられるし、専門技術者も兼ねられる、何でも兼ねられるね、兼ねることはできますよっていうことね。それから5番目、この銅管、銅管のですね、タイプがあの KLM 単だ。で M タイプで一番薄いんだよ。で L は普通なんですよ。で K が一番厚い。これ医療関係はこっち K ですね。観光地関係は全部 M。これで使う薄いやつを使ってね、ということで M は一番薄い。L よりも薄いね。K、L、M だと。これ覚えておかなくちゃね。それから44番目ね、1番目。水道用高湿塩化ビルライディング交換の記号。これは SGP だ。SGP。T がいらない。SGP。それから水管用のあやめき交換。白だな、な交換の記号は SGP のホワイト、白、ねということで SGP のメッキですからホワイトのダブルがついてる。この STG ってこれ何が違う、これ圧力配管用の炭素交換をこれを言ってますよと、まあ、以上でですね、中心的な問題を終わることにいたしまして、でこのあとですね、計算問題がよく出るので、その計算問題だけはしっかりとこれからまとめていくことにいたしましょう。それではですね、これから計算問題ね、一番その観光地で手を焼くとこ、ここちょっとまとめておきましょうね。そうしますね、ポイントは一番最初17番に出てきたですね、下水の水量ね、下水水をどれだけ加えたことになるのかという、これ L っていうね、この風量との関係、式はこんなになってる、 V イコールローかけの X2-X1 の L で、ローって 1.2 だったな、これは風の量だな。でこの L っていうのはさ、水だよな、何グラム超えたかって。でこれ X1X2、これはこう出てるから X1X2、これは X1 でこっちは X2 ということで、この式で入れるとこの式 L イコールするとさ、 L イコールでこっちかけちゃうでしょ。そしたら L イコール V かけるローかけるデルタ X、 デルタ X 分かるな、これが引くこれ、まあ、こういう式になっちゃうんだよね。今年これ覚えておこう。だから空中にまかれる水の量というのは、含まれる量 L というのは、吹いた風の量に 1.2 をかけて、このグラフのここの差を取ればすぐ求まるよということだな、この式だね。それから計算すると L イコール風の量がこんだけですよ、12500ね、空気 1.2 で、これからこれ引いたら 0.008 ね、でこれ掛け算したら12キロとなるね、というふうに出てきます。こういう式ですよ。19番目はどんな問題だかというと、空調のコイル負荷、ね、エアコンのコイル負荷ってここのことを言う。このグラフで言ったら、このこことこう、1と4のところね、この間の変化をですね、これをコイル全体の負荷、ね、コイル全体の負荷。で、ここを見てみると、実はこことここ3があるでしょ。こことここの距離は、これは外気エネルギーの値で、これは室内で消費されたエネルギー、こっちは外気から外から空気入れるじゃない、それを温めるために必要な、あるいは冷やすために必要な量はこっちが QH、 室内の温度を上げたり冷やしたりするのが QH だ。でそれを足したものがコイルの負荷、こういうコイルで、実はその時のエネルギーを、だこれ非エンタルピーってエネルギーだから、水のエネルギーだからな、その時にだから全体のエネルギーを計算するときは、だからさ、こことこの量を計算する、ここと。ここに入れる量はさ、
こことここの量を計算して入れたらすぐ出てくる。で、例えばあの室内に消費されたエネルギーはっていう計算と、ここからこの量、これをここ入れたら H と H2 ね、入れたらいい。そういった計算式がすぐ出てくる。こういうその仕組みになってる。で、実はね、これはそれだけじゃなくして、この優れたところはね、こっち側ね、これはあのエンタロピー線にこう引いていったわけだ。エンタロピー線、それに対してこの温度の軸に引いていくんだ。これ今度この1,2,3の温度の軸、これだって、ここのところは実はこれ HH に言ってるのよ。これここの差を取ってみるんだ。これここの差を取ったって、ここの差を取ったと同じように、この差を取っても比例してんだ。これみんな比例関係なの。だからここの取る計算式は温度で取ってもいいし、非エンタルピーの差を取ってもいい。だから試験で与えられるのどっちかが与えられてる、どっちかが。年によってこういったようなエンタルピーの差が与えられてくるし、こっち側にこう出てる場合もあるんだ。こっち側線がなくてこっち側に出てる。でこれはだから、ここをここの温度差 T に変えて入れればいいね、ということになる。だからこの辺のところの計算の仕方は、温度で来るのも、あるし、エンタルピーで来る例も、計算の仕方もあるよということで、ここの使い方がね、皆さんなんか温度とエンタルピー違うんじゃないかと思うけど、要するに、結論的に言うと、お互いにエンタルピーと温度というのは関係ある。エンタルピーの高いやつは温度も高い、エンタルピーの低いやつは温度も低いと、こういうふうに考えてもらえば比例関係になる。だからここの式は温度でもいいわけだ。だ T に引く TC でも考えなきゃいけないな、ここ。そういう計算式にこうなってくる。これは公式だ。これ覚えておくの絶対覚えておくんだよ。これもう必ず試験で出ないとしないんだから、これ絶対覚えておくんだよな。でこの式の CP ってのは、これはあの低圧比率だ。これ1だな、もうこれはもう1と覚えておくよ。1だね、これ1だから。でローも 1.2 ってもう決まってんだ。これもな、ローも 1.2 と、ローも 1.2 ね、CP は1。要するにこれ1とさ 1.2 だからもう分かってんだ。あとここはだから何読めようかと、ここ読めばいいんだから、ほらこれさ、をどこを入れるかだけだよ。例えば室内の空気、あの室内のエネルギーを計算するか、ここを入れればいいしさ、ここ入れればいい。だから外気のエネルギーを温めるためのエネルギーと冷やすためのエネルギーぐらいと、これは今度こっち入れるかこっち入れてもいいわけ、一緒だ。差だから。だからこの差は等しいの。お互いにエネルギー比例してるからね。ってことでこれ H の代わりに T を入れてる。だからこれ難しいと思わないで、このグラフとの対応関係って何だとすぐ分かるわけ。例えば空気が9000だったら与えられてるから。与えられたらそっち入れていけんの。これは1でこれ 1.2 なんだから。でここは今与えられてるから、ここが与えられてるから、じゃあ何これ求めんの、うん、じゃあこれとこ引けばいい。65から45引けば20じゃん。すぐ出んじゃないね。65に引いたら20じゃん。だからここ20入れたらいいんだ。そしたら自動的にさ、 V イコールとかって V イコール9000ってなってるんだな。そして CP がさ、これ1入れて、ローが 1.2 入れて、これは20入れて3600、これは1時間を秒に変えたんだから3600な。で QC とここの QC とこ入れればいい。でこれ9000だ。だって V が9000って書いてあるから、だから QC なんだ。すぐ計算できちゃう。だから QC イコール60kW 出る。この式入れたら、こことここ分かってるか、もう試験で出るのはこれとこれだけない。どっちかを求めるわけだからな。この式求めるときはどっちかが求まる。でここを気をつけなきゃいけないのは、エンタルピーでもいいし温度でもいいと、これを理解しておけば一発で今年取りますよ。はい、それから今度ですね、まあ、その他もありますから、居室の換気量ね、部屋の中のさ、人数がたくさんいると、これを換気すると、部屋の人数を N にとしよう。で一人の人が炭酸ガスを吐き出すじゃないですか。これはもう決まってんだから 0.02 ってね、これはもうちゃんと数値が決まってるわけですね。そして室内基準のですね、環境、これ決まってるんじゃないですか。これは室内基準の、室内基準っていうのはもう決まってて、C2 っていうのはですね、これはもう 1000ppm って決まってるんで、室内はこれ以下に正常化しなきゃいけないんですね、ppm と 1000ppm だ、こいつは。で外気は大体350ぐらいだ、これも与えられるからね。そしたら式見たらすごい簡単なんだよ、これほら、人数を入れてね、それにこれ与えられてるから、1人が発生する量、人数に発生する量を入れる、発生量1、1人の値の発生量、そしたら N2 いるから、こう計算で、これでそれに基準から外気量引けばいい。ここだから1000からさ、350引けばいい。で10の60、これ忘れないで、これな、あの ppm だから、計算の時10の60ついてるの忘れないで。そしたらさ、 V イコールな、26人だとしよう。そしたら26だ、 0.02 でか3、1000から1000いったらほら650分の 0.2 かけるルール60、800すぐ出てる。
まあ、それにしてもさ、あの、大体パターン決まってきたでしょ。はい、ここもそうだよ。エレベーターのさ、機械室の換気量、これも換気の V だよ。と、エレベーターの熱量、QE が、だからモーターとかそういうのな、なんで、あの、エレベーター上げたりするの、ね、の関係で、まあ、これも低圧、非熱、CV が1で決まってるな。空気量、密度1点でしょ。室内の温度 T2 から外気温度 T2 とすると。こっちでだからほら、エンタルピー出てるから、これはちゃんと式一緒なんだよ、これ、ほら。ね。ここのところは、たまたま、あの、与えられてるのはほら、温度で与えられてるからな。この式は一緒。だからこれ計算したら、V イコール、CP が1で、ρ が 1.2 で、この温度差が、温度差だって、あの、外が、あの、35度で、部屋の温度は94度が40度が、差し引いたら35度だよ。温度が、温度差は5じゃない。で、3600で、ここのあの、モーターのですね、エレベーターのモーターが QE だったと、こうした、これは6だったと言ってるの、6入れたよ。で、風量はって計算したらこうなっちゃう。だ、計算するのはこの、これを計算するか V を計算するかどっちかなんだよ。これかこれ試験ないの、他ないんだから。必ずだか V か、どっちか計算の。この式を覚えてか、分かってる式バンと入れたら必ずできる。で、ここのところ注意しないというのは、温度でもいいし、エンタルピーか、このいずれかしかないんだ、他ないんだから、もう何も。これが出てくるか、これが出てくる、こっちが出てくるか、温度差が出てくるか、どっちかなの、これはあの、例えば肺炎器 の, あの肺風量 V を計算する。肺炎量。だから V を計算だ。V が QE 計算だ。V を計算する。こっちはな。で、これは全面積。バーッとある面積。要するに、あの、望遠区画面積が一番大きい部屋。それを120倍したら、肺風機の風量が出てくるさ。ってことだ。いいでしょ、ね、120倍したらいい。だから最大の望遠区画のですね、面積を120倍するわけ。そしたらこの排風機の能力を計算することができると。これやかな。それからこれ36号、これは2年に1回出ます、ね、2年に1回出ます。でこれは BOD の計算は、これはさっき説明いたしましたように BOD の除去率、ね、という必要。そしたらこれは流入の BOD と流出の BOD を引いて、で流入の BOD で割ってあげたらいい、ね、でここの計算のところ、ね、もうこの形しか出ないんだから、だからこれとこれかけて、これとこれかけて足してあげて、そこれとこれ足して、300と100割ってあげて200ですよ、ね、でこれ出てくるのはここにいるから、出てくるやつはもう、流出はここにもう1個だけしかないからこう書いてある、これをこう流出するね、これだけを加減算してあげてください。そしてここの式に入れてあげるとね、200分の200引いて 95% というふうに、まあ、すぐ出るよ、まあ、こんな感じで、ね、計算のところはですね、要するに計算したら、ここあるような今計算したところ、ここだけをやってくれ。特に大事なのはさっき言ったあの、温度で T で言ってもいいし H で言ってもいいよと、それのところの絡みがちゃんと分かればもうあと計算するとこないんだから、これが一番重要な根幹ということになるな。じゃあこれで説明を終わることにいたしましょう。